毎日同じことを繰り返すんだったら本当も一人になるかな。ちょっと昨日から同じこと言うの、毎日同じこと言うのに、なんで同じことのこう嫌がることをするわけ。ちゃんと嫌がることを言うわい。いや嫌がることじゃなくて、いやついでね、お母さんは。じゃあついでなんかいいよ、そういうことはせんでいいの。もうなんちゃせんでいいよ。じゃあやってほしいことは言おうわけやけど、もうやめてやろ、いい加減もう。その人が何回説得しようが何回説明しても同じことを繰り返しするんやったら、本当もうあれよ、調子悪い時はもう病院に入院して手続きしてあげるけん、ちゃんと。もう中途半端にこう自分がやりたいことはやる、自分の考える通りやる、他はもう一切聞く耳持たみたいなことをやられるよ。それが理解できんのやったら、もう理解できるようにちょっと治療して。毎日同じことを言ったついでにいいことなかろうかな、別に。ついでなんかいらんの。それはもうやるって言って任すとこ、なんで任しきれんの。もう任しきれん。いやいや、もうちょっといいもんけどな。そがな言い方されて、言い方じゃない、違う。毎日同じことを毎日言うのに、毎日同じことの繰り返しをされたらどう思う。まあ、あんたは思わんかもしれんけど、どうしても感覚がもうおかしになってる。お母さん出してもろたら、ああ嬉しいやのと思って思うで。こんなんも余計なお世話でいいじゃない。それをこっちはやるつもりで、やるつもりでいるのに、なんで自分はそうやってあの腰折るようなことばっかりする。そんなことするけん言われるんやろ。毎回嫌み言うてなかろ。あんたがなんかしらかすために言うだけの話で、普通の時にあんたに嫌がること言える。あんたが何かした時に言うだけやろ。もうそんなに言うことが危険のやったらとか、そんなに同じことを繰り返すのやったらって言うだけやろ。毎回同じこと言うのよ。何もないのに嫌みなんか言ってないよ。別にそれが嫌なわけじゃないよ。それをあなたが望むんだったら、そういうふうにしてあげるよって言うわけよ。冗談抜きで。ああ、望んどんやな、そういうことをと。自分こっちは思うけな。それを無理してこっちがしんどい思うしやる必要ないけん。もう毎日同じことの繰り返したら、たまらん。朝昼も同じことの繰り返したら理解できてないもんな。一回説明したことが十分に理解できてないけん、同じこと繰り返すよ、2時間も3時間も。ちょっともうそれにはついていけんで、正直。悪いと思うけど、ついていけんのに、もう正直本当に。ついでに自分のものを持ってこようが、自分のものを持ってこようが、両手で持ってくるけど一緒なんよ。だあんたは腹減ってるか知らんけど、もう12時間管理も自分としては全部できとんよ。時間管理の時間配分も全部計算しとん。それと仕事をちゃんと組み合わせてやるんだけど、あんたはその1分2分が待てんのよ。いや違うんで、そのまた横着に言うようなけど、うん、朝もご飯も食べとらんし。誰がもう、それは思うわけ。思う必要ないんよ。自分が好きにやっとることを、それは大きなお世話よ。それは大きなお世話って分からん。自分が食べて、わざとに食べてないものを食べてないけって余計なお世話されたら困るよ、本当に。それは親切じゃないの、迷惑なの。それを毎日説明するのなんで分からんの。食べてないけんかわいそうじゃなくて、自分で食べてないんよ。わざとに食べたらいかんけ。1分でも2分でも早くご飯を食べさそうという気持ちなんかいらんねん。時間管理自分でしとるんやけん、全部。冷蔵庫に何が入って、今何分でどういう時間配分でやれば何が進むって、全部自分で計算してやっとんのに、計算できん人がな、余計なことやる必要ないんよ。やめてほしいんよ。やっぱ理解力と判断力とか、同じことを何回も繰り返すのは、年齢で
型がつく話なのかどうか分からんのよ。年齢じゃなくてもう完全にもうあんたの性格であったり、なんか脳が萎縮しとんじゃなかろうかとかな、もうそんなこと思うわけ。もうめんどくさかったらデイサービス行くなり、もう来てもらった方が向こうで昼は食べあれやし楽やしな、こっちも別にそれを望んでるわけじゃないんだけど、あんたのやってることは自分でパパパパやろうとするされると、もうそれやったらもうちゃんともう肩にかめたはめたところに入れた方がこっち楽なんよ。1分2分が待てん、お願いしとることが聞けん、忘れてもらったら困るのはあんたが自分のミスで自分で骨折したとこから始まっとんよ。そこからスタートしてやるよ。誰のせいでもなくて自分が骨折して自分が動けんけんってこっちがやるよのに、動き出したら早も今までやったことは無視して好きなようにするのは違うんじゃないの。悪かったといい、もう毎日悪かったと同じことまた明日だったら繰り返すんやけど、もうその差が激しすぎてもたまらんねん。これはやっぱ病気だな、病気いうかもう老いの衰えかどうかわからんけど、いずれも大きな問題絶対なる。自分の都合でうろちょろして火の問題、いろんな問題なんか絶対起こる。こっちで注意したって一緒、必ずなんか起こる。今のあんたのその性格で中途半端な部分ばっかりされたら必ず何か大きなことが起こって取り返しがつかんでると思うよ。そうじゃん、なるよ。あんた今まで自分が分からん、骨折したことも全部自分の分からん、それが自分一人で生活しとったらそうなるの分からん、自分でそうかのじゃなくて実際今までのここ1年間の動き見て自分で分からん、全然そういうふうな、なんか素直に自分が今までやってきたこととか自分の動きとか自分の老い年取ってこうなっとるああなっとることが理解できんようじゃダメよ。年寄りバカにするなとかそんなこと言われるようじゃもうどうしようもないよ。年取ったら物忘れが激しい、言うことがわからん、わがままになる。それプラスあんたの性格があるよな。それが自分を受け入れたり理解できんかったら人と暮らすのは無理よ。人と交わることは無理よ、本当に。特に身内は、身内の頃が他人も大変よ。血がつながってなかったら、血がつながったとこんなに腹が立つんやね。血がつながってなかったらよっぽどあったら腹立つと思うよ。骨奥にやっぱりこういて汚いことせんとって